皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。本日はお庭の一角、ここに花壇を作ります。ただこのお庭のスペースは今後どうしていくかまだ定まっていないので、今回はですね、すぐ撤去できるようにモルタルを使わずに花壇を作っていきます。まずはお花を実際に置いてみて、大きさのイメージを固めていきます。だいたいこれぐらいのサイズ感ですかね。こんなサイズ感で花壇を作っていくことに決めました。早速レンガを置いていきます。特に掘り返したりはせずに、もう単純に土の上にレンガを並べていくだけです。今回の花壇は直線ではなくて、ちょっとこう曲線で仕上げていきたいと思います。今回は設計図もありませんので、ただ頭の中のイメージを頼りにレンガを並べていきます。こんな感じ、途中微調整をしながら、こんな感じで並べていきます。普段このような花壇を作ったりする場合には、割と細かく測ったりするタイプなんですけれども、今回は測りもせず、水平器も使いません。多少いびつでも気にせずに積み上げていきます。高さはレンガ3個分にしました。ということで、こんな形に積み上げてみました。この後、花壇の中の枯葉などを取り除いていきます。そして、そこを耕します。そして、レンガの小道を作った時に余った防草シート。この防草シートをレンガの内側に沿って敷いていきます。ぐるっと一周、このような形で敷きました。これで内側の土がレンガの外に漏れてしまわないようにブロックします。ここに土投入です。この土は、一度使った土をふるいにかけて、根っこなど大きなゴミを取り除いて、みじんを取り除いて、そして、2、3日天日干しをしたものに再生剤を混ぜて使っているものです。本来であれば熱湯消毒などした方がいいと思うんですけれども、春になりやることが増えてきてしまいまして、熱湯消毒の時間がなく、今回その工程は省いています。土を投入して植え込み準備が整いました。植え込みをする前に余分な防草シートはこの段階で切り取っていきます。では植え付けを行っていきましょう。まずはこちら。ペチュニア花衣。紅水晶って呼んでいいんですかね。こちらカーネーションにも似ている素敵なお花です。ジャパンフラワーセレクション受賞と書いてあります。可愛いですよね。このペチュニアを植え付けていきます。そしてもう一つがこちら。サントリーサフィニアアート江戸絞り。この色合いが爽やかで夏にぴったりだなと思って購入しました。この2株は直接花壇に植え付けるのではなくて、一度鉢に植え込んでから花壇に置くっていうスタイルにします。植え付けの時の基本ですけれども、下の葉ですね、傷んでる葉っぱを取り除いていきます。ペチュニアの花衣と江戸絞りは並べて植え付けてみました。で、この後泥の跳ね返りを防ぐという意味も込めて、このココヤシファイバーでマルチングしていきます。全体的に株元をココヤシファイバーで覆いました。この鉢を花壇に設置していきます。この鉢を置く予定だったスペースにはレンガを積んでありましたので、その上にこの鉢を置いていきます。続いてはこちら、マリーゴールドです。やっぱり夏はこのマリーゴールド欠かせませんよね。元気が出るカラーです。
そしてこのコリウスも花壇に植え付けていきます。このマリーゴールドとコリウスは私のですね、家の近所、近所といっても車で10分ぐらいのところにある園芸屋さんで購入しました。で、この園芸屋さんはご自身たちで育てて、そして苗を売っていらっしゃるんですが、ご家族だけで経営していらっしゃるこじんまりとした園芸屋さんです。で、私その園芸屋さんも大好きで、よくお話もするんですけれども、苗がですね、全部元気なんですよね。で、しかも安いんです。この苗一つ一つにご家族のお人柄がにじみ出てるというか、お人柄そのままの苗っていう感じが私はするんですよね。尊敬する園芸屋さんです。そんなご家族の温かさがこの苗から皆様にも伝わるといいなと思います。コリウスはこの後背も高くなりますから、花壇の後方、鉢の横に植え付けていきました。そしてその手前にマリーゴールドたちを植え付けます。さあ、こんな感じで植え付けてみました。いかがでしょうか。そして花壇の後方には鉢植えのペチュニアたちを並べておきます。こちらピンク、そしてイエロー、さらにはブルー、3色並べて置いてみました。で、ここで終わってしまってはガーデニングチャンネルらしくないので、もう一手間加えていきます。使用するのはこの幹です。こちらはですね、お庭の夏椿の幹なんですが、一本だけちょっと枯れ込んでしまったので、切断した幹です。こちらを使います。この幹に麻紐を通しまして、このような形で固定していきます。そして山桃の木に結びつけます。で、この反対側も同じように麻紐を結びつけまして、今度は島トネリコの枝に結びつけました。花壇の上で物干し竿状態にしまして、この棒にアイテムを結びつけていきます。小さな花瓶、ダイソーで購入した星型のオブジェ、同じく玉型のオブジェ、この小さな花瓶に水を注いで、お庭でお花を摘んできます。オステオスペルマムブルーデイジーマーガレット、このお花たちを花瓶に生けたら花壇の完成です。モルタルを使わずに仕上げたレンガの花壇、一手間加えてちょっと可愛らしくしてみました。大好きなコーナーがまた一つお庭に増えました。いずれこの場所で問題なければモルタルを使って花壇を仕上げていきたいと思っています。ということで、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた。